ぶっ壊れモンスターバーニングナックラーベイル降臨リュウです。さあ本日なんですが、激ヤバデッキができてしまいました。劇的にヤバいデッキできてしまいました。レジェンド隊で使ってたんですけれども、勝率9割くらいあります勝率8割から9割あります。あのね、バーニングナックラーベイル、あの新しいパックで登場したこのバーニングナックラー、モンスターなんですけども、バッチクソ強い、やばいこのモンスター。愛を込めてバカ強いのでバカベイルって呼んでるんですけども、このバカベイルめっちゃ強くて、効果説明しておきますと、自分が、戦闘ダメージを受けた時に発動しますよ。このカードを手札から特殊召喚して受けたダメージの数値分だけライフを回復する。壁になれるプラスライフ受けて、でしかもなんか要は3000とか受けても一回回復するんで、なかったことになるんですよ。つまりですね、なんとね、スキルを発動できるという、こいつやばいだろ、こいつやばいわ、やってること。あのカイトロイドで何も、学ばなかったんでしょうか、あのコラミさん。これはやばい、新パック一番強いと言っても過言ではないこのバカベイル。このバカベイルなんですけども、あの何と組み合わせればいいか、まあもちろんね、アレイスターぶち込めば強いっていうね、これからのね時代はね、このバカベイル3枚と、アレイスター2枚と召喚魔術1枚とあとプリカトリオ3枚っていうのが出張パーツになると思うんですけども、あのね、ムーンライトがめっちゃ強いんだよね。これなんでかっていうと、これレベル4じゃないですか。だからあと44でエクシーズ召喚もできるんで、まあもちろんアレイスターもいけるんですけど、こいつらエクシーズしてダイヤル蓋してで相手のなんかバックとか踏ん でその後になんかムーンライトフュージョンとか召喚魔術とか連打していけばいいんで、こめっちゃ強いんですよ。全然負けねえ。使ってみてください。結構、まあ、ちょっと回し方そんなに癖ないと思うんで、難しくないと思う。で手札にバカがいるときはもうね、何もしなくていい、何にもしなくていい、もうタイムすればいいから、で相手の攻撃を受けてバカメール出すっていうだけでいいですから。で、唯一弱点は、ライフポイント4000を超えるモンスター。例えば、オベレスキの巨神兵とか、あとはなんか召喚、アレイスター入りのなんかその、メガラニカとか、なんかね、4000をワンパンされちゃうと負けるんですよ。この人。なので、そこだけ注意って感じですけども、まあ、そういうのがなければ、大体普通モンスター2回殴って4000削るじゃないですか。だから、1回目でバカベル出して、で回復して、で融合の使い手も使って、でなんかサーベルとダンサーどっちも出すみたいな、ガチでやばい、これは。やってることがかなり。でね、使わなかったんで、あんまりこれ、カレギュラーいらないかもしれないですわ。カレギュラー抜いて、普通になんかプルガトリオ3枚目か、ダンサーかダイアルフ 2体目かしてもいいとは思いますけど、まあ、一応ね、保険の意味を込めて、アレイスター初手でなんか融合できなかったって、何もベイルもないみたいな時に、一応カレギュラー立ててなんか妨害みたいなことできるんで、まあ一応ね、入れてますっていう感じですね。使わなかったけど、ほとんど。はい、というわけで、早速、バカムーンライトアレイスターやっていきましょう。マジで強いから。デュエル、スタンバイ。さあ、モンスターを攻撃表示で立ててもプレミ、モンスターを守備表示で立ててもプレミ、そう、縦でも横でもプレミデッキやっていきましょうすごくないですか。でもそう考えると、月光で攻撃表示のモンスターを最強モンスター来た、もうエンドよこんなの。月光で、モンスター攻撃表示で立てるとプレミっていう状況にして、正眼じゃないのか、なるほど、炎王ね、了解了解了解。で、孤島ね、了解。役者を破壊して、ガンメイシャーを持ってくる、いいだろう。さあ、役者の効果を発動するかな、しないかな。役者は破壊された場合、なんか、カードを破壊できるっていう効果を持っている。さあ、ガネーシャ、ガネーシャぶん殴られた、いいだろう。そして、戦闘ダメージを受けた場合、バーニングナックラー、ベイルの効果を発動。バカベイルが、バカみてえに特殊召喚されて、そして、お、モンスター効果止めねえか。さあ、ベイルの効果によって1800ポイントのライフを回復していく。もちろんこのダメージはなかったことになる。強すぎるこのモンスター、このモンスター強すぎ。ですね、これ3枚も融合剤あんのが結構ハンドこれ強いな。これシンプルに1回アレイスター召喚ありますね。アレイスター召喚しましょう。で、アレイスターの効果を発動。アレイスターの効果によってデッキから召喚魔術を持ってきたいんだが、多分これはガネーシャのチェーンですね。で、ガネーシャは新しいパックで追加されたんですけども、なんか手札かフィールドのなんか炎属性、自分以外のやつを捨てる、破壊するとなんかモンスターの効果無効にできるっていうね、最強の効果。さあ、ダイヤウルフを特殊召喚していく。さすがにここは止めるか。さあ、これはさすがに止めるか。
さあダイヤウルフのモンスター効果発動。アイテムまだ分かんねえだろうな俺。なんだこのクソみたいな召喚獣鉄器と思ってんだろ。さあダイヤウルフを選択して、ダイヤウルフとこれ後ろかまあ前かどっちかなんだけど、ちょっとですねモンスター効果止められるの若干嫌なのでここにしましょうか。でここで止めてください。これを止めてください。これを止めてください。ガネーシャさんはダイヤルフはさすがに見込みそうでしょ。まあしないかな、もしかしたら破壊されても別にいいやみたいな感じ。これ多分ね手札がねあのなんだっけあのガルドニクスかなんかだと思うんですよね。ガネーシャでなんか止めなかった謎に。さあ役者を特殊召喚していく。さあ攻撃表示、さあ攻撃表示で立てるのはプリミトいったろう。まずはですね相手のバックショットで一回そのプルが大先生で一回お前のガネーシャ使ってるわ。でこれでペッペッてやって、でプルガトリオ大先生を出していく。さあ後ろのバックを使うんだな。使えないか、まだ使わないか、いいだろう。さあ召喚魔術の効果によってアレイスターを回収していく。そして手札よりマジックカードムーンライトフュージョンを発動。そしてムーンライトフュージョンの効果によって手札のムーンライトモンスター3体で融合召喚。赤緑黄色、こいつハンドガン決まりおじさんでしたね。さあそしてムーンライト、サーベルダンサーの効果とじゃねえや、なんだっけこの赤いやつなんすっけ、クリムゾンフォックスだ。クリムゾンフォックスの効果と黄色いやつの効果を発動していく。さあ黄色いやつの効果で融合をサーチ、赤でてめえのモンスターの攻撃力をゼロにし、そして俺はダメージステップにアレイスターをぶん投げることによってお前のベールは無効にするぞ。強すぎるだろ、強すぎるわ。これビールケアもできるのかこのデッキ、狡猾な落としやな。まあ、サーベルダンサーは対象に取ることはできない。4000重戦士だからな役者が、4000対象に取れねえモンスターでワンパンチ出ました。これが通称ワンパンマンです。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、進化した最強ドラゴン、オッケーベイルめっちゃ来たわ。なんかこいつ来てる時の安心感やばいね。なんかどうとでもなるわみたいな感じあるわ、ベイル入れれば。いやこいつめっちゃ、あのエクストラデッキがねもう一枚ぐらいあるとね、なんかそのあの硬いモンスターね、なんかマイストロークとか出しておけるんですけど、ちょっとね枠がなくてね若干、ライトロードセイガンみたいな感じですかね。ライドセイガン、ドラグニティクーゼ入ってるのか、なるほど、セイガンとクーゼで多分アスカロン出すデッキでしょうね。さあ33で6新キロですか。なるほど、そういうことね、そういうやつね。でなるほど、はい。で白きレリを特殊召喚していく。はあ、ルミナス効果でパワッと落としてエンドフェイズ、太鼓の白石の効果、おお結構回ってんな、なかなか回ってはいるが。さあ青眼が出てくる。盤面はなかなかかっこいいけど、ちょっとルミナスがなんかちょっと間抜けだね。ルミナスがちょっとあの低評価ポイント。これセットしないでもこれかなんか耐えれそうだよね。ベイルの効果無効にしてくるモンスターってだっけ、青眼にいないよね。これなんかセットするか、しなくてもしたらやられるかな、しなくてもいいやつあるよねこれね。3個揃ってるし、なんかすごいなめぷして、これ何もせずにエンドでいいと思うんだよなこれ。俺これ死ぬよこれ、死ななくねこれ。ベール2枚いんだよ多分、死なないと思うけどな多分。だってもう青眼ってこれ殴るしかないでしょもう。援軍ね、はいはい、ベールさんのこの間抜けだね、このすげえ間抜けじゃんこれ。なんかそれがねちょっとね腹立つよね。立ち方がすごい間抜けじゃないですかこいつ。なんかの中華料理屋にあるさ、なんかテーブル、中華テーブルみたいなやつ真っ二つに割ってなんか持ってるんだけど、すげえ間抜けなんだよな。さあ来いよ、いいよ来いよ、はい3000ダメージなことするわ。バカメールを特殊召喚。強すぎで壁になって、でもう一発受けていく。これは出しといた方が一応いいか、出しといた方がいいぞ。さあプルル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 ル
にさ、こんなに猛攻撃食らったのにさ、ライフポイントなんで俺減ってないの、おかしくないですか。バカ強いやんそれ。なるほど。もうムーンライトで、ですね、ちょっと待ってくださいね。ムーンライトして、だからクリボー投げるんでしょ。こことこれで、はい、でこうして、はい、でクルーズフォックス効果、こいつの打点ゼロにする。で黄色の効果使って、持ってくるんだね。持ってきて、でこれ出せんのか。これ出して、これ出してリリースしてゼロにして、クリボールあったら、クリボールあったらもうしょうがないか。クリボールあったらしょうがないか。でこれで黄色リリースして、2回攻撃するプラス戦闘なんか破壊1回させなくするよカードを。いやこれやっぱおかしくね、これさ、俺2回くらい攻撃食らってんだけどさ、ライフ1ミリも減ってないのがやっぱおかしいって。これこのカードも、このカードおかしいよ、バカだもん。さあお相手の方、光と闇の仮面、光と闇の仮面ってないや、光と闇の仮面、まあ、とりあえずちょっとベイルさんがいるんで、まあなんとなるでしょう、基本的にね、安心と安全のベイルですからね。ベイルさんめちゃくちゃ強いわ、やっぱりなんかノーガードエンドしてもなんか知らないってば強いな。ちなみにサイバー流とかいるじゃないですか、結構言うて今結構ティア1とか言われてるんですけども、サイバー流なんかベイル1割止まるんですよね。あーまあちょっとフュージョンゲート入ってるとなんかそのあれですけど、なんかめっちゃ連打していきますけど、ベイルさん1枚で止まるっていう、これ何もしてこないんだったらもうね、無限に耐えんといいんですよ、こんなの。要は2103連打はこのベイルさんの効果で全然止めれるっていう。でしかもさ、ライフ受けてるからさ、あれですよね、ライフ受けてるからスキルも発動できちゃうんですよね。だカイトロイドより全然強いですこのモンスター。なんでこんなぶっ壊れモンスター実装したんだろう、意味わかんない。しかもモンスターとして残るしね、フィールドに。やばいだろこのモンスター、どう考えても。炎属性だし、デストロイサムライはあんま関係ないね、あんまり関係なくて、で召喚魔術もまあ関係ないね、あんまり。デストロイサムライはモンスターと戦闘を行う時だけなんですよ、モンスターとか魔法トラップの効果が使えないっていうのは。だから現状モンスターの効果が全部使えるんで、全く問題はないといったところ。さあアレイスター戻して、はい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 、召喚者アレイスターを手札に加えていく。さあからのこれ脱法ですか、これ。さあバトルフェーズ入りなさい。さあ2300から殴るか、2900から殴るか、アレイスター、ほう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 、アレイ、あれこれもう一枚ある、もしかして。やっべ、やっば、ちょっと待ってくださいね。これってさ、クルーガトリオ、これなんかすげえ脱法してそう、まあ、脱法って言っちゃいけないか、追悼してそう、追悼で、これさ一応受けるけど、これ待って、ちょっと待って、ベイル、ロペットやって、ベイルやる、2000回復したなかったことになった、で貫通した700な3000、ベイルさん耐えられないっす。